わけもなく抱きたい夜が訪れたら、すべてを最初からやり直すチャンス、胸に抱え込んだ強がりと焦りで、本当に好きなこと見失ってたの、手放してしまった。恋も仕事も悔やんでないけど、夢と理想ぐらい持たなきゃ、おしまい。私は着物と洋服の合同ファッションショーをすることになりました。すると今度はパリの一流ブランドから契約の誘いが。ねえ葉月さん、シフォンジャポンにデザイナーとして来ていただけないかしら。私って一体何をやりたいの？葉月の服すごいと思った。小豆のエネルギーを感じた。俺やっと気づいたんだ。本当は小豆が好きだ。驚くよね、こんなこと急に言いに来て。当たり前よ。実は今シフォンジャポンから引き抜きの話が来てる。え？小豆にもあっただろ、福島かなえっていう人が。ああ俺向こうのオフィスに行って、偶然だけどシフォンがカジュアルラインとして小豆のブランドを本気で出そうって考えてるの知って、俺どうしても小豆と仕事がしたいって思った。あのショーを見て。あ、いや、これまでもずっとそう思ってた。俺の人生を小豆にかけてみたい。あずきがもしこの話を引き受けないんだったら、俺も志保には行かない。一週間後に菊島さんに返事することになってる。だからそれまでに少し考えといてほしい。じゃあ。デザイナーとして来ないかって言われた。それはすごいことだよ、とんでもないことだよ。ねえ健吾君。はい。あれ、なんで驚かないの、知ってたの？え、僕は何も見てます。いや、知りません。そうか、菊島君ここへ来たのか。おい、いや、昔の部下というだけで別にそういうあれじゃないんだ。誰も聞いてないけど。松一はシフォンジャポンの買収受けるの？実は今日純子さんにシフォンとの交渉を手伝わせてほしいと言ってみたんだ。断られた。純子さんは社長として最後の始末を自分の力でつけようとしてるんだよ。でもいざという時はどんなことをしてでも、残る人生をかけてでも純子さんを助けようと思ってる。そう、純子さん幸せだね。
ここで3人で暮らし始めてからいろんなことがあって、お互い気心も知れてきた。だから私の意見言ってもいいかな。どうぞ。松一のことは別として、ここは小豆ちゃんが資本のデザイナーになるのもいいんじゃないかと。そうかな。健吾君だってそう思うだろ。これはビッグチャンスだって。はい。よく考えてみる。なんだ、健吾君か。脅かさないでくれよ。久々に金縛りに遭ったのかと。すいません。どうしたの、こんな夜中に。話あるんでしょ。ゆかりさんは足の綺麗な人なんです。ゆかりさん、宣伝部一の切れ者で、一緒にニューヨークに行くように言われてるんです。ニューヨーク？不妊ってこと？急な話なんですが、再来週には出発なんです。そう、それで？あずきさんに、そのつまり一緒に行ってほしいと。はい。そう言ってもいいものかどうか。足の綺麗な人か。いや、失礼。言うべきだよ、そりゃ。僕もそう思って、目の前のあずきさんにこう近づこうと。そしたらあっちの方から突然目の前にあずきさんの昔の彼が現れて。もう一回説明して。そう。あずきさん、その人を嫌いになって別れたわけじゃないですし、資本グループは世界のトップクラスのブランドですし、あずきさんの気持ちを考えると、僕は邪魔なんじゃないかと。健吾君、君は男だろ。はい。だったらみすみす前の男に持ってかれていいのか。男には時として強さが必要なんじゃないだろうか。ニューヨークだろ。いいじゃない。よく考えてごらんよ。今のあずきちゃんにとっていい刺激になるかもしれないし、資本のデザイナーになったとしてもニューヨークで仕事ができるかもしれないんだ。前向きに考えたらいろんな可能性があるじゃない。いろいろ考えたくて。田舎へ帰るってどういうこと？どういうことって？ケンゴ君、話したの？いえ。何？いや、あ、いいんです。行ってらっしゃい。行ってきます。ケンゴ君さ、あずきちゃんが前の彼のこととか考え始めちゃったらまずいんじゃないの？いいんです。あずきさん一人で考えたいんだと思います。あの人のこととか。だからさ、
私が言っている男は時に強引であれっていうのは女性に余計なことを考えさせないための手であってね。それはフェアじゃありません。何言ってんのかな君は。振袖と洋服のショーの失敗は全て私の責任です。申し訳ありませんでした。今日は松一の今後、つまりシフォンジャポンとの提携の件についてご相談したいと思います。先方の狙いはこの土地と松一の顧客です。銀座の再開発にあたっては巨大ファッションビルを作る構想があり、その中に松一を組み入れようというものです。もちろん規模は縮小され、従業員のリストラ、経営陣の入れ替えは覚悟する必要があるでしょう。ただし松一ののれんは創業の地であるこの銀座に残ります。皆さんの意見を聞かせてください。提携の話を受け入れる他にどう生き残る道があるんですか。ワーキングビザを出ました。あ、ありがとうございます。ニューヨークにはおばが住んでるの。向こうに着いたら紹介するわね。ええ。資本ってさ、よく芸能人が持ってる目ん玉が飛び出しそうなほど高いバッグ売ってるとこだろう。そう。そっからスカウト来た。大したもんだよ。ところがそこがさ、松一を買収しようとしてるわけ。え？ふざけた話でしょ。着物って言ったら日本人の心だよ。そりゃお金やかして乗っ取ろうって言うんだからさ。それじゃ純子さん大変なんだ。だからおじさんも大変なわけ。それであんた一人で帰ってきたのかい。おじさんに今借金してるって思うと、司法に行って勉強するのも手なんだよね。うん。だけどスカートに着た女がこれがまた嫌な女でね。嫌味なくらい綺麗で、嫌味なくらい高い服着てて、それがまた似合っててさ、言うこともいちいちずしっとくるわけ。あんなんが上司だと思ったらもう想像しただけで、あー、やだやだ。行きたきゃ行ってみたらどうなんだよ。誰が行きたいって言った。あんたが悪口言うときはね、心が動いてるときなんだよ。ちょっとみおちゃん、早くそこ片付けて。ほら、はい。こういう時健吾は頼りになんないし。健吾さんも好きなのかい。何言ってんのよ。落ち着け、あずき。落ち着いてるわよ。いいかい、こういう時はね、大事なことが一つある。え？たとえ負けても後悔しない戦いをすることだよ。負けても後悔しないとか？そうずら。1999年ジャパンカップのエスパルス見てごらんよ。え？沢登りの活躍がどんなに素晴らしかったか。でも負けた。でもいいものを見せてくれたんだよ。そしてファンはみんな泣いた。ほら、この感動が大事なんだよ。何事にも勝てばいいってもんじゃないんだよ。負けても後悔しないって高い。でもな、負けてばっかりだからな、私。負けると後悔しちゃうんだよな。怒るなよ。三四郎が死んだから君しか話す相手がいないんだ。僕は阿月さんが考えた後で話す。その方が男らしいと思う。
たまたま通りかかりまして、臨時休業というのはその何かあったのではないかと。純子なら出かけてます。金策か一人になって考えたいことがあるのか。160年続いてきたのよ。僭越ながら一つ申し上げてよろしいでしょうか。会長のお気持ちが、あなたの未練が、純子さんの決断を鈍らせているのではないでしょうか。私は昨日純子さんに提携交渉のお手伝いを申し出て断られました。しかしいざという時はどんなことでもさせていただく覚悟です。会長からでも結構です。どうぞ何なりとお申し付けください。あなた純子と結婚する気になったの？はい。今さらそんなことは私が許しません。と言ったら？許していただくまで粘らせていただきます。あなた小粒の中でもマシな小粒ね。は？私は純子の決断に全てを任せてます。安心なさい。はあ。今後の松市についてあなたの意見を伺いたいわ。どうしても松一ののれんを守りたいんです。社員を守りたいんです。業界紙に経営危機なんて書かれてから、どこの銀行も融資をしてくれなくなった今、シフォンジャポンの申し入れを受けるしかないことは分かってるんです。でももしそれを受け入れたら、松一の心は、魂はきっと踏みにじられてしまう。そう思うのは間違いでしょうか？いえ、決して間違いでは。私もそう思います。昼間会長にそう申し上げたところです。純子さん、私は自主廃業すべきだと思います。お店を畳んで土地とビルを売却して清算するんです。そうすれば全社員への保証も可能だし、松一の魂を売るということもないんです。でもそれじゃ松一ののれんは。純子さん。はい。あなたのお母さんと会長が戦後の焼け野原でのれんを守ろうとした時はどうでした？その時と同じことをすればいいんです。全てを失って一から始めるというのも意外と面白いものですよ。ありがとうございました。いえ、とんでもない。すいません、驚かせて。僕からもありがとうございました。君たちの家計は一体何なんだ。もしようともなくいつの間にかそばにいるなんて、忍者みたいな。サマンサ、サマンサ、どこにいますか。サマン、はいはい。あ、今野小豆はこちらにおりますけど。今日の記事についてですか？それはどちらに掲載された記事でしょうか？な、何してんの？早く！はい。はい。はい。今野小豆の事務所でございますが。ああ、健吾さん、元気かね？
あんたのクラゲのゲームこっちでも売れてるだよ。ありがとうございます。それよりあずきさんに。あずきは今朝シャンだ。そうですか。では伝えてほしいことは。何を。ルーフクラブのバイヤーの方から。ループシュート。ええ、ルーフクラブ。そういえばもう一度沢登りのループシュート見たいね。何やってんの。何やってんの。ん、健吾さんから。え、はい。ああ、あずきちゃん。いや大変なんだよ。あずきさん。おじさん。え、嘘。ファイヤーが15件に、雑誌取材が9件、新聞取材が2件、全てのアポ取っといたから。え、こんなに。しかし驚いたね。うららのこんなちっぽけな記事が発端でこんなことになるなんて。しかし駆け出しにしちゃよく書けてるじゃないこの文章。小学校の頃から作文得意だったんだよね、うららは。一度読書感想文のコンクールでね。ほらね。ほいほいほい。今野あずきの事務所でございます。 おかえり。おかえりなさい。あ、ええ、あ、ああ、でございますか。ええ、いや、もちろん、もちろん、おめでとうございます。え、あ、うん、まあ、はい、は、はい、ええ、あの明後日の2時ではいかがでしょうか。これだけマスコミが騒いだら資本ジャポンとの契約金も上がるだろうしね。え、2000年の今あずきちゃんに風が吹き始めてるんだよ。あ、いや、あのデザイナーっていうのはね、いろんな国でいろんなものを見るのも重要なことでね、そういう方向も考えられるわけよ。確かに今のあずきさんにはチャンスがどんどん広がってるんだと僕も思います。そうだよね。だから資本ジャポンと交渉するときは強気で条件出していいんだよ、こちらから。で、例えばニューヨークで仕事したいとか。何言ってんの。私資本ジャポンに行くなんてまだ決めてないよ。それ考えてる途中に呼び出されたんだから。しかしせっかくならいい条件で契約したいじゃない。今ならそれができるんだから。条件？私がそんなもんに左右される人間に見える。いや、そういう意味じゃん。決めた。今決めた。私資本ジャポンは断る。以上。どうして。利用すべきものはしていいんだよ。そうですよ。松一のこととは関係ないんです。そんなことじゃなくて。じゃあどういうこと。私はね、負けても後悔しない戦いをやり続けて、そのたびに後悔してもやっぱり負け戦に挑んじゃう、そういう性分なの。今まで通り一人のデザイナーとしてやっていく。インディーズ魂よ。1年でも2年でもかけていろんなもん吸収して、いろいろなところに行って勉強して、はい、いつか自分の城を築いてみせる。はい、あくまでインディーズにこだわりますか。なんだか惜しい気もするけど、あずきちゃん一度決めたら頑固だから。私ちょっと席外すよ。え、なんで。野暮用でね。自分の城。あの、あずきちゃん。自分の城か。あ、その自分のお店。先ほどもいろんなとこというのは。ここだ。はい、やっぱそうしよう。あ、私ここに自分の店を作る。ええ、神宮前三丁目、ここに自分の城を築くのよ。いや、でもさ、それはあの1年、いや2年先でもねえ、剣木君。おじさん今やぶよって。あずきさん、頑張ってください。あずきさん、どうしてんの。大丈夫。すみません。はい、
私返事聞きたくってさ。私地方には行かない。あのうちでお店をやろうと思う。自分の好きな服を作って売るお店。あ、もちろん大家さんの許可は必要なんだけどね。そっか、あずきらしいな。だったらそれを俺も一緒にできないかな。何言ってんのかな急に。いや、だからね。悪いけど私今好きな人がいるから。何驚いてんのよ。私がいつまでも沢口さんのことを思ってるとでも思った？いや、そういうわけじゃ。仕事のことを支えてくれてる人もいるし、みゆきと何があったか知らないけど困るんだこういうの。そうだよね、そうだよね。まったく。なんであの時もっと小豆のことを理解できなかったんだろうね。理解できてたらこんなに後悔しなくて済んだかもしれない。違う。あのまま付き合ってたらいつかぶつかってたよきっと。いいやつなんだろうねそいつ。すっごくいいやつ。そっか。いるんでしょそこに。はい。もう来る頃だと思っていたよ健吾くん。今言わないと店作り始まっちゃうよ。分かってます。一体君どう思ってんの？僕はあずきさんを応援したいと思ってます。だってニューヨークに一緒に。僕は素人なので何の力もないですけど、津村さん、あずきさんの力になってあげてください。健吾くん。改造といっても庭先にビニールハウスのようなものを作るだけなんだ。母屋にはなるべく手をつけないようにするから。どうだろう、大家さんに掛け合ってもらえないだろうか。なんなら私が直接行ってです。分かった分かったから、まずは私から話してみますよ。あの犬面倒見てもらったこともあるしさ。
お願いします。もう一度うちのショップに置かせてもらうことを考えていただけませんか。やはりある程度の流通に乗らないと。ありがとうございました。そうですか。本当にいいんだね。負けても後悔しない戦い。かあ、自分でもしびれるね、この響き。そうだね、そうだよね。資本ジャポンの菊島です。結論を伺いに参りました。松一十代目社長として結論を申し上げます。松一は今月末をもって自主廃業することにいたします。いや、そんな、社長、松一ののれんを下ろすというんですか。その通りです。よそ様に松一の魂を売り渡すくらいなら一時的にのれんを下ろす決断をいたしました。一時的にのれんを下ろすなんて。シフォンジャポンの条件はこの不況にそう悪くないじゃないですか。社長、再度ご検討。結論は変わりません。あなた経営者失格ね。松一さんは今こそグローバルな視点を持つべき時なんです。それをつまらない意地にこだわるなんて。その通りですよ。何を考えてるんだあんたは。しどもと言わないで。菊島さん、大変失礼なことを申し上げてもいいかしら。どうぞ。私あなたが嫌いなの。その雰囲気が、その考え方が。お金に明かしてお金を生む商売のやり方が嫌いなの。あなたの言いなりになるくらいなら私どんなに貧しくてもやりたいことをやって死んでいきます。その代わり社員の皆さんにはできる限り以上のことをさせてもらいます。よろしいですね。どうやら結論がついたようで。そうですか。仕方ありませんわね。私も昔は似たような理由でいくつかのビジネスを保護にしてきました。愚かなことに。松一さんもこれからが地獄ですよ。覚悟の上です。では私からも一言。皆さん、長い間お世話になりました。本当にありがとう。このご恩は私墓場まで大事に持っていきますからね。それにしてもあの女に松一の内部情報を売ったのは誰なのかしらね。山内。大家さん OK してくれたよ。え、いや私も驚いちゃって。やっぱり三四郎のおかげか。いやそれはあるけどね、大家さんの漫画あずきちゃんの記事見て喜んでんだって。なんかあんたあれだって、あのカリスマ。え、松一はしばらくの間お休みさせていただきます。こんなに大勢の人が松一を惜しんでくれてるのに。本当にいいんですね。いいの。
後悔しないためには、あえて負け戦に出ることもあるのよ。純子さんも負け戦に出たんだよね。負け戦じゃない。これは作戦だよ。松一ののれんを蘇らせるためのね。いいこと言うね、おじさん。よし、私も頑張らなきゃ。おじさん、これ持って。お茶飲む。いい？だけど本当に私たちだけで作れるのかね。節約節約。お金出してるのは私なんだけど。あ、そうだ。お金話あったんだ。振り袖のデザイン料、遅くなってごめんなさいね。いただけません、この時。何を言ってるのよ。これはこれ、受け取ってもらわないと逆に困るのよ。いや、でも。これは、そうなのよ。今頃になって、あずきさんの振り袖を注文したいって方が結構出てきてて。再建の時は、私、何でも手伝います。ありがとう、あずきさん。あずきさん。一服いかが？ここでこうしてお茶を差し上げるも、これが最後ね。よくわからないんで適当にいただきます。最初篠さんに会った時、なんて憎たらしいがめつそうなとんでもない鬼ババかと思ったけど、本当は素晴らしい人だし、まあ、お二人に会えてよかったです。はい、エアチケット。当日の朝は9時30分に会社の車でピックアップします。じゃあ、ニューヨークでの新しい人生に乾杯。新しい人生始めるために古い関係も清算したし。清算。後悔しないためにはあえて負け戦に出ることもあるのよ。あるのよ。あるのよ。完成したんですね。うん、 あとはスコッチコットね。ニューヨーク本社に行くんです。誰が？僕です。へえ、いつ？来週の火曜。あ、
お土産買ってきてよね。いいなあニューヨーク。出張じゃなくて赴任です。赴任？はい。どのくらい？1年。そんなに？もっと早く言おうと思ったんですけど、完成した後の方がいいと思って。ひどい。そんな大事なことなんで早く言わないのよ。あずきさんが前の彼と、そのすいません、見てしまって。なんて答えたんですか？あんたバカじゃないの？私がそんなもん相手にすると思ってんの？するわけないじゃない。わけはないのよ。そうですか。あずきさん、僕の仕事は1年で終わります。1年は365日。知ってるわよ。ですから2001年の6月27日には戻ります。だから今日は私あなたに報告があってまいりましたの。センスよく使って初めて何かが生まれる。私と結婚していただきたいんです。あずき、わけもなく抱きたい。夜が訪れたら全てを最初からやり直すチャンス。胸に抱え込んだ強がりと忘れ